最近209系が伊豆急行線へ譲渡されたということは皆さんもご存知かもしれませんが、その209系が伊豆急行線の車両基地伊豆高原に併設されている車両基地から終点の伊豆急下田駅へ疎開改装されているということはご存知でしょうか。これは2022年のダイヤ改正から運転を開始するため、一時的に車両基地のスペースを確保するために今では伊豆急行線の伊豆急下田駅に疎開改装ということで留置をされております。今回は伊豆急行線とは別に209系が疎開改装ということが行われているという情報を聞きつけ、今回はこれを見に行ってきましたので皆さんにご紹介します。ということでやってきましたのは総武線の津田沼駅です。ここから中央総武線の専用の車両基地習志野運輸区で209系が疎開留置をされています。今回はその様子をご覧いただきます。基本的に習志野運輸区では E231 系の500番台、また E231 系の0番台が数本、それ以外は基本的に整備や点検などを行われていない中央総武線の専用の車両基地です。その中にこの青いラインが入った209系がポツンと止まっています。この車両が幕張車両センターから疎開留置をされてきた209系の暴走の編成です。ではなぜ209系が習志野運輸区に疎開改装されているかというと、これはあくまでも私の推測ということになりますが、この編成が209系としてもう一本伊豆急行に譲渡されるのではないかと思います。伊豆急行に譲渡される編成は2編成ですから、もう一本伊豆急行に譲渡される編成が必要になってくるはずです。ですが廃車や解体をするわけではありませんので、別に営業運転も入るわけでもない。じゃあ幕張車両センターは、基本的にずっと置いとくわけにもいかないので、近くで空いている車両基地はどこかなということで、今回は習志野運輸区に白羽の矢が立ったような形で疎開改装ということで留置をされているのかもしれません。また違うご意見等ございましたら、ぜひコメント欄でよろしくお願いいたします。今回はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。